1月21日大阪に必ず着くぞ。みんな大阪城公園に集まってくれ。福岡から大阪まで走るんですけど、その間いろいろな映画館に行きますよ。映画館イベントもやりますから、映画館に皆さん来てください。来てくれよ。パンプキン。じゃあそんなパンプキンな寛平さんに聞きたいんですけど、まあ大阪が1月21日っていうことで見えてきたじゃないですか。それに対してなんかお話思うことあります？嬉しいね、本当にね。まあこの2年間日本を離れて、そしてとりあえずこの地球一周ということにいろいろまあ頑張ってきたんやけど、やはりもう何とも言えんね、この大阪に着くスタートして、また大阪にそのゴールをするゴールできるっていうことにね、ものすごく嬉しいね、本当に。いや本当ね、今からねなんか涙が出てきそうでね、本当にもう涙が今出かけても、今撮ってるお前誰や。お前誰や。涙でもうお前が見えなくなるよ、もう。本当にもう涙でもう本当にお前が見えなくなるぐらい今も涙が出かけてる。お前な、おい、あれ辻辻あ、お前こっち出たのか。本当に見えないのか。本当に見え、もう涙でもう本当にもう見えへんわもう、はい、でもなんかいろんなことがまあいろいろあったけどね、本当にちょっとゴールが見えてきた思ったらなんか嬉しいな。でもよーこれ持ったわ、足がよう、ほんまに毎日50キロよう持ちましたわ、本当に。はい、いやほんま最近なんですか、走ってて終わっちゃうって思うことで何か思ってることあるじゃないですか。あ、やっぱこう寂しいなとかな、うん、でも本当にね、この今までね、まあ中国入ってものすごい辛かったよ、埃とか、まあ、いろんなことで。でもね今はね、なんかそれがちょっとでもこうなくなっていってるのがね、なんか寂しいね。なんじゃこの埃とか、もうなんやねんとか、もうなんやこの車とか、もうそう言いながら走ってる時、ものすごいそう、なんじゃやこの埃とかいう、そういう考えあったんやけど、それがもう言われへんなるいうのがなんかものすごく寂しいね。じゃあ最後に大阪で待っている、まあ日本世界から応援してくれてる人へのファンへメッセージをお願いします。はい、本当に世界各国からもう本当にこのアースマラソンを応援していただいて本当にありがとうございます。言っときます、僕は力はありません。でもこうして毎日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 この走れてるというのは本当に皆さんのおかげです。皆さんがパワーをくれてるおかげですよ。僕は全く走る力ありません、本当です。ありがとうございます、本当に本当に。そしてそれと、関係者の皆さんありがとうございます。スタッフの皆さんありがとうございます。今あと青島までわずかなんですけど、ちょっとトリオもハゲてきてます。
塗ってちょうだい。ピカピカにまた塗ってちょうだい。お願いします。はい。ちょっと金粉も取れてきてます。塗ってちょうだい。すいません。お願いします。ほんまに。本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。